こんにちは、あるいはこんばんは、岩戸院長です。今日はね、しこたま動画を撮ってますよ。しこたまですよ。イタ君とレッドと一緒に動画を何本か撮って、その後に一人で撮ってますよ。2時過ぎてます。辛いです。はい、ということでですね、マシュマロに答えていきたいと思いますね。よろしいですか。この子ちょっと面白いんだな、ある意味が。はい、では質問言います。院長お疲れ様です。ユアンドへの紹介活動をする上にあたって注意事項は何かありますでしょうか。30代ユアンドへの必死な紹介をバラされた男ということでね。はい、男性の患者さんって、男性の患者さんが何の紹介もなく来る男性料金っていうのをいただいてるんですね。まあユアンドって基本的には女性向けの美容整体院なんで、紹介がない場合は、まあ、男性料金をまあいただいてると、はい、いうことなんですけども、でそれ無駄銭じゃないですか。なので女性の患者さん紹介した場合はもう免除になるんですよ。はい、なので、まあ、そういう風にね思っておいでの男子もいるかもしれないですよね。なんか女友達に来てもらえれば自分の男性料金チャラになるとか、ユアンドの素晴らしさをぜひとも伝えたいっていう人もまあもちろんいるかもしれないです。はい、その上でですね、整体院っていうのはまず何なのかと。はい、本来よくあるあるな整体院っていうのは、その慢性痛に対応する場所ということです。まずね、ポイントね、整体院っていうのは何か、慢性痛に対応する場所。まあ、ユアンドでももちろん腰痛肩こりな慢性痛に対応して、でそれで再発防止をするようにはしてますね。これ当たり前のことで整体院ユアンドって名乗ってる。はい、でさらに特殊なところが、まあ、ユアンドとしては美容整体院であるということ。例えばこう痩せたい、くびれがない、顔を小さくしたいとか、ね、そういうのを解決する場所ですよ。よろしいですか。で紹介する上で、ね、ご利用しされましたとか、無理やり行けって言われましたって言われちゃって恥ずかしいわけじゃないですか、ね、なので普通の会話をしてる間でね、腰が痛いだの、肩が痛いだの、ね、太っただの、痩せたの、もっとどうこうしたいっていうのを聞いたら、ユアンドってとこがあるよって僕も言ってるけど的な感じで促してあげるんです。だ会話の中に出てこないのにとにかく行けみたいな感じで言ったら、なんなんこの人と、結果来てみてよかったけどもみたいな、その紹介に不満があるとそうやってバラされるわけです。なので自然な会話の中で出てきたら一つの手としてね、ユアンドっていうところがあってみたいな。でまあ動画はしっちゃかめっちゃかだけど、まあそれこそ芸能関係者の有名人がたくさん通ってるお店があるよって、やった途端に結果が出るお店ありますけど行ってみたいですかって聞いた。はい、僕の紹介だって一応言ってくださいと。どこから知りましたかって言われるんで、誰々の紹介だって言ってくださいって。はい、ユアンドではね、まあ男性も女性もなんですけど、紹介いただきますとですね、紹介者ポイントっていうのがありまして、1回余分に来店したことになるのと、あと初回の条件で割引施術が受けられますよっていうのがあるんですよ。なのでまあ振るって紹介してくださいっていうのはまあおすすめしてはいるんですが、通ってるうちにこう1週間10日で通ってるうちに人を紹介しちゃうと自分の役が今取れなくなります。埋まっちゃうんですよ。埋まっちゃって取れなくなっちゃうんで、自分が1ヶ月1回とかね、落ち着いた時にね、こう何週間空けていいですよってなった時に紹介すると自分の予約にこう取れなくなるっていうのは事態を抑えられるのではないかと。あとこう予約を完全にこう締め切っちゃってる場合があるわけですよね。なんだけど実際に開けてあったりするんですよ。それは通ってる人がリピートで予約を取るためのスペースを取ってたりするんですね。なのでホットペッパーから見ると予約が全く取れないんだけれども、誰々の紹介ですと言って電話をいただけた場合にみんなで検討するわけです。ここだったら相手とか担当の代々先生は入らないか、ここだったらなんとかなるかもしれないみたいな、そこでできるんですよ。なのでそういう意味では電話で予約を取ってくれると隙間が空く可能性があります。はい、これはまあ紹介されている人の場合、誰々さんの紹介でって言ってくれた場合は検討が入りますんで、これは電話が圧倒的に有利なところですね。はい、ということです。ご理解いただけたでしょうか。わかったかな。はい、ご視聴ありがとうございました。